まあこれは一般常識、SM3 はこの新たなミサイル弾道では対応できないということはですよ、総理、総理に伺います、イージス・アショアを2機、これをこれから数千億かけて、数年かけて仮に配備したとしても、今、秋田で揉めてますけれども、新たなこの北朝鮮のミサイル、 低空飛行して最後に高度を上げて落ちてくるものには対応できないんですよ。こういうものを、これから本当に巨額の費用をかけて、そして数年かけて、本当に配備をするつもりですか。相手は日進月歩ですよ。そういうことの議論をこの国会でやらなきゃいけないのに、河野大臣のように、中身の 議論ををすするるこここととととは相手の手のの晒すことになるということそれは一定さに国防も含めて、国民の税金を使うことでしょ、うそれが税金が本当に役立たなくなるかもしれない、巨大な役に立たないものを作るようになるかもしれない、そういう議論をするのに、貿易水密だから言えませんということはいけないと私は思いますが、このイージス・アショアではもう新たなこの、 北朝鮮のミサイルというものは迎撃できない、しかも先ほど、これは河野大臣が答えられたように、小型化された核弾頭をミサイルが積んでいる可能性がある、こういうものに対して、イージス・アショアあるいはもっと根本的に、今の日本日米の安保体制、つまりは先ほど自らの主張をしたと、そうおっしゃいましたね。 北朝鮮はどん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 アメリカには一定の配慮をして ICBM は発射しない。日本や韓国にはお構いなしでバン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 国連決議違反のミサイルを発射している。そして日本の防衛もかいくぐるようなものを作り上げている。中ロはどん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 軍事活動をしている。で、後ろを見たら日米同盟関係でアメリカが不公平だと言っている。そして自国ファーストだと。本当に私が今日 この前半で申し上げたかったのは、憲法改正という概念議論よりも、本当に日米安保の役割分担とか、今の日本の周辺環境に合った安全保障環境に合ったような防衛体制に変えることが、今の総理の本当になされるべきことではないですか、そのことを私は問いたいと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、安倍晋三君。あの こちらがそうだという声がありましたが、しかし今、実際には前原委員から、ね、根本的ないわば我が国の安保体制のですね根本的な課題についてお話があったんだろうと、こう思います。えミサイル防衛、またはミサイル防衛の中において、さらにそれを強化していくためのイージス発祥についても、ですねこれは我が国の専守防衛という考え方の中においてですね、 我々国民の命と安全を守り抜く上において、その中においては、これがわれわれ取るべき体制だと、こう考えているところでございます。そして、米国との役割についてもです、ね、このアメリカとの役割分担の中で、米国の打撃力に依存するということとしており、このような日米の基本的な役割分担、 を現在、変更する考えにはないわけでございまして、これはこのような役割分担の下で、防衛努力を行い、日米同盟全体の抑止力、対処力を強化することが、わが国の防衛政策として適切であると考えているわけでございますが、しかし、前原委員がおっしゃったように、日進鉄砲で技術が進歩する中において、常にですね果たして国民の命と、 平和な暮らしを守り抜けるかどうかということは常に考えていくべきであろうとこのように考えております前原誠司君あの安保憲法の話はこれで終わりますけれどもおじいさま岸信介元首相が旧安保から新安保に憲法安保条約改定されましたよねこれアメリカは席も追ってなかったものを追ってもらうという形に変えたんですねこれによって まあ政権を失うことになるわけですでも私は、この現行の安保条約っていうのは、少なくとも今までは、日本の安全保障を守る上には機能したと思いますよ。憲法改正も、私は繰り返し申し上げる否定はしませんよ。だけども、周辺環境が変わっていく中で、日本とアメリカの先ほどおっしゃった縦と横の役割分担とか、 あるいは日本の自立の強化とか、どういう文化分野をじゃあ、強化するのかとか、そういったことをまさに将来見据えて、そして政権の、言ってみればシリーズという、言ってみれば貯金を使いながら、将来に対する日本の安全保障を考えるかということを、ぜひ私は総理に考えていただきたい、おじいさんのことも含めてですね、そのことを最後に申し上げておきたいというふうに思います。